ここは貝山緑地、貝山公園とも言われる場所です。これから上がってみます。おっぱま神社の碑です。この上は旧海軍の、おっぱま航空隊の、神社であるおっぱま神社があった場所です。ここは、アンズの木が植わっている場所です。このアンズからワインを作るんだそうです。アンズの木を身を勝手に取ってはいけないそうです。でもなんでこの年とアンズが関係あるんでしょう。貝山公園から見える、眺めです。おっぱまの工場地帯からずっと住友のドックが見えます。東京湾からは遠く房総半島もうっすらと見えます。下に見える大きな建物はゴミの焼却場です。こちら側は、横須賀の米軍基地から、深浦あたりの自衛隊の基地までぐるっと見えます。眺めはこの展望台頂上一番いいですよね。山の頂上には、高射砲の取り付けられた跡が今でも残っています。はい、山の上はこういうふうに散策できる、道路がぐるっと一周ついています。もちろん今日はジョー先生と同行しております。だけど彼は全然興味なくて匂いばっかかいています。